シティックスプラザとは中国の広州市にある超高層ビル。広州のランドマークでもある。2010年4月現在、世界で11番目、アジアで8番目、中国本土で5番目に高いビルとなっている。1997年の春工時には中国で最も高いビルであり、また当時は鉄筋コンクリートによる世界最大の超高層ビルでもあった。 中国有数の金融グループ、中国中心集団講師により開発され、同グループが本拠を置くほか、世界の大企業が拠点を置いている。甲州市東部の新市街で、金融や商業の新たな中心地となった天学の天が北路に位置する。ビルは天賀体育センターに面し、背後には中国国鉄と甲州地下鉄の甲州東駅があるなど、オフィスや住宅として恵まれた位置にある。 23000平方 M の敷地に80階建ての超高層ビルと38階建てのホテル形式の高級住宅2棟、4階建ての商業施設が建ち、地下1階と地下2階には地下鉄3号線の駅がある。ビルの開発は熊谷組有限講師としじみ核電気工業有限講師という2つの香港上場企業の合弁である熊谷しじみ柄発展有限講師が行った。 設計やビル管理なども香港企業が行っている。オフィス空間は内部の柱の少なさ及び上等のガラスウォールの採用により明るく広々とした空間となっている。また、光ファイバー通信網や衛星通信施設、セントラル空調システム、予備電力、日立製の高速エレベーター、大規模な地下駐車場などのインフラも備えている。ありがとうございます。